さて、まあ今回やっていくのはですね、あの起き上がりこぼしがどれぐらいあのぶっ飛ばせるポテンシャルを持ってるのかっていう、まあ、ちょっとそれをねなんとなく見ていこうかなと思うんですけれども、このゲームやったことある人はわかると思うんですが、これそのちょっとね起動しますと、こうね地面と垂直にこう立ち上がるわけですよね。でこの起き上がりこぼしに、例えばねこのように板を設置するわけですよね。と、まあ、この板ごとねこう持ち上げて、あいよってこう上がるわけなんですが、この力を使って、あぶだぶだ痛っ、この力を使ってこれ起き上がらせることでですね、このように飛ぶことができるわけですよね。でですよ、まあ、これあのね上につけるこの枚数を増やすことで遠くにね飛ばされるわけなんですよね。例えばこのね板を2枚にしまして、そうするとさらにねさらなる遠く高みへ飛ばされる、もっとね高い距離飛ばされるわけですよね。でこれでも実際どれぐらいの距離飛ばされるのかっていうのをちょっとねあの測ってみようっていう、まあ、そういう今回はそれです。この辺から行くとして現在値が33になってるんで、まあ、この数字がどれほど増えるかということですね。マイナスの値入り、よし、じゃあまず1枚目よだー、あどうもこんにちは、62でございますね。ということはこれで今29ね飛び上がることができた、まあ、29進むことができたってことね、距離的に。じゃあここに板をまたさらに追加してやっていきましたと、わ邪魔だな、こうしていけ、あー強っ。はい、じゃあ今度はねこの2枚目これでどうなんのかっていうことをやってみますか。まあ位置的には27、シンプルにこの板の長さ分ぐらい飛ぶと思うんですけど、いけ、おれ、おお、おい、あぶない、飛んだね、ちょっとまっすぐじゃないけど、まあ、さっきよりも確実に飛んでますよね。86飛びますね。はい、まあ86飛んだということで、まあ大体59ですねの飛距離がございましたと。じゃあ3枚目いきますか。はい、3枚目つけました。3枚目のこの位置は18に曲がってますね。さあ、まあ18からどれぐらい飛ぶのかと。さあ、いけ、あれ距離が遠くてこう起動できないんで、あのバッテリー使いましょう。こちらセットしておきます。ディン、あいあいあい、これはなんか上に飛んでる？あ、でもめっちゃ飛んでるわ。すごいちゃんと立ってるな、あれも。ほんで、逆に。着実に距離伸ばしてない？これ。100に飛んだんで、だいたい83ぐらいってことやな、これはな。さらにじゃあちょっとね、板を追加していきましょう。今3枚だったので、次は4枚っすね。じゃあ、これでどんくらい飛ぶのかっていうのをちょっと確認してみますか。今10ですよね。よっ。おりゃー、すごい。さあどこまで行くのか。よいしょ、飛びました。さっきと比べるとあまり進んでないかもな。112、まあさっきより圧倒的にちょっと飛ぶ距離が落ちてますね。まあただ全体的なその移動距離としては100に移動したことになりますね。まあ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 飛んでいる。このまま増えていくかな。さすがにちょっとなんか重さが限界きそうな感じするよね。あ、やばいやばい、あ待て、あ、いった。さあ、じゃあ5枚目ちょっとつけます。こちらね、板5枚目ですね。今が2ですね。2からどんだけ飛ぶのか。よっ、おら、いや、それほどって感じかな。どうでしょうかね、体感。あ、ほら、高さはすごい出てる、高さは出てる。あんま飛んでない、これ。そもそも縦にちゃんと飛んでないからね、正確な距離出てない。さっきより短いっていうね。しっかり、ちょっと待って、縦に飛ばしていい？だいぶこの起き上がりこぼし自体もかなり不安定でございますね。ちょっとまあ分かりやすくするのにマップを出しましたね。で、真北に向いて現在の位置は、12で起動する。ドラッ、うら、これはだいぶ真南に飛んでいる。よいしょ、ほんで、はい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 、これがだいたい真南に飛んだ。103、いやでもそんな変わらんね、言うて。でも103だったということで、飛距離はさっきより短くなってる。じゃあ4枚ぐらいがやっぱり一番ね、最大になるかもしれない。4枚ぐらいで飛ぶと、
最大の距離が出ますよとだいぶ不安定。でこれ、起き上がりこぼしの数を増やしたらこれは変わるのかな、ちょっと気になるんでちょっとやってみましょうか。さあでここの端っこにももう一つバランス割りだ。よし、さっきはちょっと91という感じでちょっと飛距離が出なかったんですが、これも普通に物理的にこう起き上がりこぼしの数を増やしたら飛距離が変わるのかということをやってみます。で今現在は9で、はい、よっ、あすごい、普通にめちゃくちゃ飛んでる全然違うわ。はあ、ギリギリ危ない。何これ、こんな岩のところに、いや怖いな。じゃあ2個にしたことでまだまだこいつポテンシャルあるぞ。ちょっと見ますか距離。いや126飛んだな。126ということで一応ね117飛んだっていうことになりますね。一応6です。はい、ということでちょっと起動していくか。さあ現在地は118いけるか。うわい、うわすげえ飛ぶな、めちゃめちゃ飛ぶやん。上に飛距離も出る、まあまあ危ね、だいたいこれぐらい。うわさっきより全然飛んでる、まあまあそもそもずれてるしな場所。139、うん、ということでまあ一応121か。この辺でちょっと伸び率が怪しくなってきたな。ということはさらにもう一個増やす価値がありそうですね。じゃあちょっともう一個増やしてみますか。3つです。はい、これでまあ1、2、3、4、同じくまあ6個なんですが、こぼし3つで飛距離は伸びるのでしょうかと。現在位置は27。さあここからどれぐらい飛ぶのか行きましょう。よいしょ、おい、なんかもう外れてるくらい、途中から透かしてる気がする。だい、危な、全然もう起き上がりこぼしの力を超えてきてるよ、あの板がめちゃめちゃブレてるしね。ということで151飛んでます。さあまあつまりは飛距離的には124ということですね。なんかあんまり伸びてないね。じゃあちょっともうこの辺がもしかしたら限界なのかもな、板で飛ばすのも。6枚のこぼし2つくらいがだいたい限界あたりなのかな。シンプルにこっから今度はこぼしを増やすことで飛ぶのかっていうのをちょっと調べてみますか。よりね、4つです。28、これがまあ物理的に限界なのか飛ばしてみましょう。ゴー、よいしょ、いや飛ぶな、全然飛んでる気がするけど、あでも落ちる場所あんま変わんないな、一緒だなこれ。これが限界か。149、むしろさっきより減ってるっていうね。一応あれだね、なんか2個、こぼし2個の板6枚ぐらいが限界なのかなっていう、まあ、そんな感じですね。こぼし板飛ばしの限界がおそらくこれぐらいなのでしょう。ということで馬でも飛ばしますか。さあ、この馬、ちょっとこの馬ね、テンテンって言うんですけど、もともとねこのじいさんの馬だったんですよね、レストの馬。ということで、この馬飛ばしていきましょう。やり方比較的簡単ですね。これで乗せると、ここにまずは、はい、でこれぐらいでいいかな。テンテン、空の旅や、さよならテンテン。テンテン、すごい、おー、あーテンテン、ね、じいさんごめん、テンテン、そんなに面白くない映像になった。しかもじいさんテンテンは役に立たなかったよ。飛びませんでしたね。なんか飛ばせるかな、他にボコボリン、ボコボリンでも吹っ飛ばしますかね。うれ、隊列組んでるボコボリン、乗った、ハハハハハ、ボスボコボリンいけるやん。じゃああいつぶっ飛ばしますね、もう一回。ちょっとみんな今一瞬やったけどよくわからないだろ。ノリが、え、飛べ、顔から踏め、踏んだ、いけ、あ、違う、待って、飛べ、バイ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 、どこ行った、どこ行った、おお、あはははは、さすがに死ぬか。 OK、 じゃあちょっと待って、ちゃんと観察したいな。もう一回、もう一回やるか。ノリだボス、ボコ乗ったよ、っ行け、どこ、あ、いた、消えてったね、あれ、追いたいな。これでもこれワンチャン追えるな、
ボスボコと一緒に飛んでいくパターンちょっとやってみるか。なんだ、オッケー。そしたらな、これよっ、オッケー。あいつがパリーンって取れた瞬間一緒に飛びます。はい、はい、いけ。ああ、あいつだけやたら飛びすぎやろ。めちゃめちゃ飛んでいくやん。うわ、あの木のところだ。ちょっとあの確かめてみる。あいつだけめっちゃ飛距離出たね。滑ったのも含めてね。ここ行ったよな。素材はちょっと素材どこ行った。素材こいつが割れたら飛びます。いけ、うわーい、行くねー。いや、めちゃくちゃ行くな。めちゃくちゃ行くな。あの白銀のボコボリンをぶっ飛ばしますか。じゃあということで乗るのか。彼らはジャンプしてるうちにこれを下に引けるのでは。あ、いた。わよっ、お前に用はねえ。さようならの時だ。行くぜ。行くぞ、みんな準備はいいか。行け、乗れ。さすがに一撃行った。あー、行ったね。一撃だわ。さすがに一撃のようですね、白銀ボコブリンも。え、これじゃあめっちゃいけるんじゃない。もっとでかいなんかいたよね、ボコブリン。